はい、ということでおはようございます。ということで今の時刻がですね8時ぐらいかな確か。はい、おはようございます。ということでですね、今日の動画はですね、裾から肌が出る問題をですね解決したいなと思って、はい、Amazon から買ってきました。これを買ってきました。はい、まあ、とりあえずですね、バイクに乗るとですね、このような現象が起きるんですよ。こう足を曲げるじゃないですか。こう足を曲げた時、こんな感じに裾が出て、裾からですね肌が出て、もう寒いんですよ、マジで。寒いし格好悪いし、もういいことないんですけど、まあそれがですね、長距離ツーリングになるともう普通に寒いんですよ。山の上とかになると夏でもちょっと寒いなってなって体が冷えちゃうんで、それをどうにかして解消できねえかなってずっと思ってたんですけど、ちょっとアマゾンでですねいい感じのものを見つけたんでね、これを紹介していきたいと思います。スパッツですね、登山用のスパッツでございます。こんな感じになっておりますね。はい、ちょっと黒くて見えないかな。床に置きましょう。こんな感じになっております。これは買ったのが M サイズで、まあこんな感じでつけて風を通さない。本来はですね、登山用なんでバイクで行けっかなと思っているんですけど、まあ多分大丈夫だと思うんですけどね。ここも大丈夫かな。まあまあ歩くとき外せば大丈夫だ。外せばいいんで大丈夫だと思うんですけども、ちょっと装着してみたいと思いますね。まあこれがあれば多分風は通らないとは思うんですけどね。ちょっとただちょっとダサいですよね。ちょっとダサいですよね。はい、まあ、そのダサさもですね、私がちょっと装着してみて、確かめてみたいと思います。ちなみにですね、裾からですね肌がどんな感じに出るかちょっと撮影してみたいと思います。はい、こんな感じになっております。まあ下げることができるんですけどね、どんどん上がっていくんですよ、これ。べーって運転してると。でも寒いんですよ、マジで。ここなのでちょっと今からつけたいと思います。はい、ということでこちら装着してみたいと思います。これはマジックテープで簡単に止められるんで、おう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 。で、ここに引っ掛けていく感じか。おお。ただ俺ちょっと足細いから、ちょっとスカスカになるな。はい、こんな感じですね。はい、こんな感じなんですけどね。かっこいいかって言われたら大変ダサいですね。はい。これをズボンの下にやれるかワンチャンあるかもしれないですね。あーけどこれズボンの下にやればいけますね。これ絶対風入ってこないですよ、これ。おおほうほうほう。ちょっと左もつけてみたいと思います。はい、装着しました。こんな感じです。中ズボンの下に、入れてみたんですけども、いやけど意外と不自然ではないですね。いい感じですね。ちょっとこれで走ってみて、寒くないか風入ってくるか来ないかちょっと試してみたいと思います。はい、こちらですね、最高ですね。おい、やば、結構全然違いますね。ちょっと見栄えもそんな悪くないですね、ズボンの下に入れれば。ただ細身のパンツとかだとちょっと厳しいかな。ただですね、あれだな、ちょっとやっぱ寒い場所ですね。山の上とかツーリング行くときにはこれは持ってても全然問題ないですね。いやね、寒いですよね、裾からですね、入る風が冷たくて、普通に体、下半身が冷えちゃって、上は大丈夫だとしても結構ね、足元ってあれなんですよね。こう骨流危ないんで、ちょっとゆっくり行きましょう。よいしょ。
いやー、いいねー。おいや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 、ただ夏場はちょっと蒸れちゃうかもしれないですね、つけっぱなしにしてたら。でも全然ガチで普通に風入ってこないんで。おお、すげえ素晴らしいぜ。はい、ということでゲイターのですね、スパッツですね。いやー、ゲイターのスパッツなの、いや違くね、ブルーフィールド、まあいいや、ゲイターっていう会社の名前だと思うけど、ゲイターっていうあれなのかな、まあいいや、ブルーフィールドですね、フィールドのスパッツですか、登山用の、こちらの方2000円で購入しましたね、アマゾンで2000円です。かなりあのレビューが600件ぐらいあったかな、レビュー、まあ、これ買っとけば安心かなと思って、はい。でこれのいいとこは多分ね、これはマジックテープでピッてできるんで、でマジあの、ね、ネイチャーハイクのやつも安かったんですけど、このマネイチャーハイク、あの中華のパチモンでなかなかのなかなかのクオリティのねテントとかを出してる会社なんですけど、これはですねマジックテープじゃなかったんで、今回はマジックテープで貼っ付けられるやつを選びました。これね、雨具と一緒にですねちょっとね一緒に入れられるぐらいのサイズ感なんで、ワンチャン本当長期の旅もできますね、これはありですわ。あと普通に泥除けにもなりますね、雨の日とか。うん、これね上からピュッてやれば結構ね、そのハンタータブとかもう泥もろにかぶるんで、これあればかなりあの大丈夫だと思うので、これはなかなか、まあ言うても夏ですけどね、夏に活躍するとは思うんですけど、はい。ちょっとですね様子見ながらですね、これから冬なんで、まあ、冬の雪解け水とかも道路ベチャってなってる時にこれちょっと使ってみたいと思います、どうなってるかね、はい。ということで、バイカーの悩みですね、裾から肌が出てそこから風入って下半身が冷えちゃう問題をね、これで解決できるというね動画でした。皆さんもぜひ検討してみてください。ということでお疲れ様です、バイバイ。